どうも、ハンサムクロージです。いや、肌寒いでございますがね。肌寒くはないか。というわけで今日はですね、スターバックスの新商品買ってきました。出た。今月は3回新しいフラペチーノが出るということで、もう第1弾やりました。第2弾買ってきました。第2弾はですね、その名もクリスピースイートポテトフラペチーノです。芋です。スイートポテトのフラペチーノ、芋。僕は芋が大好きなので嬉しいですね。スイートポテト大好きですから。そもそもこちらです。クリーム入れちゃったけど、いや、この優しい黄色ね、これクリーム色、さつまいも尽くしなビバレッジということです。甘みの強いコマネセンガンというお芋をですね、3度揚げしてカリッと香ばしくしたものをかけてんだね。クリスピーポテト、これなんて言うっけ、芋けんぴが要はかかってるってことですよね、上にね。で、甘み豊かな安納芋のソースが入ったこのフラペチーノと、少しずつ深まる秋と一緒にまろやかで優しい甘さをゆっくりと味わっていただきたい一杯です。お芋のソースと、これちょっとよく見てみてほしい。ほら近い、これね、これが芋けんぴの部分、グッと持ち上げて、うわー、クリームもたっぷりです。美味しいやろな。いただきます。カリカリ。本当だ、芋けんぴだ。うめえ。ちょっとしょっぱい、ちょっとしょっぱい芋けんぴの。よし、じゃあ混ぜて飲んでみます。よし、うわー、混ぜちゃうぞ。うまい。めっちゃ安納芋だわ。安納芋のスイーツめっちゃ食べてるから、安納芋の味分かるようになってきた。これ安納芋です。お芋フラペチーノ最高です。美味しかった。やっぱ芋好きじゃたまらない味ですね。上のカリカリの芋けんぴ砕いたやつみたいなのがすごい美味しくて、食感もあるし、ちょっと塩分があるんだと思うんですよね、多分ね。ちょっとしょっぱみがあるので、そこだけ作って食べると甘じょっぱさが結構美味しくて、混ぜて食べるとしょっぱさはほとんど感じないんですけど、全体的にこう甘さがキュッと味が締まる感じがして、すっきりいただけました。で、フラペチーノ自体も安納芋の甘さがね、しっかり出てて、でもそんなにめちゃくちゃ甘いって感じしなかったな。甘ったり感じはなくて、お芋って感じで美味しかったです。ストレス吸った時にこのお芋の甘さ感じつつ、つぶつぶ残してこうカリカリって噛むのが楽しい感じでした。お芋好きにはたまらない一品だと思います。ごちそうさまでした。美味しかった。え、よかった。第2弾も。そしてじゃじゃーん、先着順でいただけるラバーバンド第2弾もいただきました。これなんでも長袖着てるとね、ちょっと邪魔なんだよな。はい、ラバーバンド。これをつけて歩いてると、もう食べたぞ俺は、ということができます。アピールができます。よかったらぜひ召し上がってみてください。そして僕は最近まで スパイダーマンになってました。見てください、この格好もね、スパイダーマンっぽいでしょ。すげえ楽しかった。もうクリアしてました、これ。すごい面白かったです。ありがとうございました。操作性とかゲーム性とか、まあ、映像も綺麗だったですけど、ストーリーがすごい面白かったです、本当。スパイダーマンの世界を、ちょっとまあ、なんだろう。多分ゲーム用に解釈してて、だけどそれぞれのキャラクターのバックボーンはちゃんとリアルに描かれてて、新キャラっていうか、ゲームの中だけのキャラクターも多分そうだと思うキャラクターもいて、でも懐かしいキャラとか、懐かしいっていうのも変だけど、まあ、スパイダーマンの映画って日本でもいっぱい公開されてますからね。サムライミ版のスパイダーマン、アメージングスパイダーマン、そしてスパイダーマンホームカミングってシリーズがあって、これは初期のだなとかいろいろあって、本当楽しかったです。クリアしました。というわけで、そんな感じで過ごしてます。以上、ハンサムクロージでした。バイバーイ。